アンドレアス・クレーデンは、ドイツ出身の自転車競技選手。1998年のプロデビュー以後、数々のステージレースで優勝し、ツールド・フランスの表彰台にも立ったことがある、実力者である。東ドイツ時代のカール・マルクスイコール・シュタット県、ミッド・バイダに生まれ、生後すぐコトブス県、グロース・シャックスドルーフに移る。ベルリンの青少年体育学校に在籍するから、 東ドイツ国立のスポーツクラブ、デュナモベルリンでトレーニングを積んだ。ドイツ再統一後、1996年の U-23 世界選手権、個人ロードタイムトライアル3位などの実績を引っ下げて、1998年にチームテレコムと契約を結んで、プロに転向。以後は、チームの絶対的エースであったヤングルリッヒのアシスト役を務めることになる。 2000年のシーズン前半にパリ・ニースとバスク一周でそれぞれステージ一勝と総合優勝を果たし、さらにシドニーオリンピック個人ロードレースでは金メダルのウルリヒヒ、銀メダルのアレクサンドル・ビノクロフに次いで銅メダルを獲得し大活躍の年となった。シドニーオリンピック後はしばらくビッグタイトルとは縁がなくなりアシストとして走る日々が続いた。 ところが2004年のツールド・フランスでは、山岳ステージで改装し、得意のタイムトライアルで2番スを逆転、エースのウルリッヒが4位に終わったのとは、対照的にランス・アームストロングに続く総合2位に入った。さらにツールド・フランスの直前に行われた、同年のドイツ選手権でも、個人ロードレース部門を制覇し、再び世間から注目を浴びるようになる。 2006年にはこの年もエースを務めるはずだったウルリッヒにドーピング疑惑が起こりオペラシオンプエルトによって開催の直前にツールドフランスの出場を拒まれたことからクレーデンが急遽チームのエースとして出場することになった見事その期待に応え第16ステージ終了時点では総合3位トップのオスカル・ペレイロとの差は2分29秒で 総合優勝も可能な位置にいた。しかし、第17ステージでは、フロイド・ランディスの激走に対応できず、ペレイロとのタイム差を縮めるどころか、トップから8分以上あったサオ・ランディスに、ひっくり返される大逆転を許してしまう。それでも、第21ステージの個人タイムトライアルで、ランディスを30秒上回るタイムで2位に入って1分29秒差まで、詰め寄る気迫を見せ、 最終的に3位に入って2回目の表彰台に上がった。その後、第17ステージにおけるランディスのドーピングが発覚し、ランディスの失格により総合2位となる。友人でもあったウルリッヒを疑惑の段階で解雇したチームに不信感を抱いていたこともあり、2007年からはアスタナチームに移籍。T モバイル時代のチームメイトで、 アスタナの絶対的エースであるアレクサンドル・ビノクロフのアシストを務めることになった。そして、最先よく、同年のティレーのアドリアティコで、総合優勝を果たして久々のビッグタイトルを獲得。そのまま校長を維持してツールド・フランスに参加した。ところが、エースのビノクロフは、第5ステージでの落ち者によって遅れてゴールし、また、その時に負った、怪我の影響で、 総合成績が伸び悩むことになった。これに対し、クレイデンは総合トップ10内をキープし続け、AS 交代化と囁かれた。第8ステージでは、自分がタイムを失うことを承知で、遅れそうになるビノクロフを牽引しながらゴール。あくまでも、ビノクロフのアシストの立場を崩さなかったが、ビノクロフがさらに遅れ始めた第九ステージの途中で、当時アスタナチームの最大のスポンサーである。 カザフスタン政府の防衛大臣からチームの監督に AS をクレーデンに交代せよと指示するメールが送られた。クレーデンはその後第13ステージ終了時点で4位。展開次第ではトップも狙える位置につけていた。しかしピレネーを舞台にした第1 4 1号ステージではアルベルト・コンタドール、ミカエル・ラスムスセンらに終盤の上りで引き離されてしまう。さらに 第16ステージ開始前には、ビノクロフのドーピング疑惑により、表彰台を十分に狙える位置にいたにもかかわらず、他のアスタナチーム全員と共に危険させられた上、以後のレースへの参加もできなくなる悲哀を味わう羽目になった。このスキャンダルにより、チーム全体の立て直しが急務となったため、アスタナは2007年シーズンをもって解散したディスカバリーチャンネルから、 元監督のヨハンブリーネールらスタッフ陣を招聘。さらに2007年のツールとフランス総合優勝者のコンタドールや3位のリーバイライプハイマーラの有力選手も獲得。チームは再スタートを切ることになり、クレーデンは2008年からは彼らと共に走ることとなった。2008年のシーズン前には国際自転車競技連合とアモリスポリオルガニザシオンの対立が激化し、 ツールドフランスなどのレースの主催者である ASO は、これらのレースに、アスタナを招待しないと表明。クレーデン自身も春先に怪我をして、以後なかなか調子が上がらず苦しんだが、AS として臨んだツールドロマンディで、第3ステージの個人タイムトライアルを制して復活。最終的に2位のロマンクロイツイガーに35秒差を、つけ総合優勝した。ジロでイタリアでは開催直前になって、急遽、 アスタナの出場が認められ、コンタドールとライプハイマーと共にトリプルエース体制とも言える、協力不尽で臨んだ。第10ステージの個人タイムトライアルで構想して、総合上位につけたが、山岳ステージの第15ステージでは大きく遅れてしまい、以後は特に第19ステージでコンタドールのアシストとしての走りに徹し、彼の総合優勝に貢献した。 自身は第20ステージで体調不良もあり、リタイアとなった。その後行われたツールドスイスでは、クロイツイガーに次いで総合2位に入った。3月に出場したティレイのアドリアティコでは、タイムトライアルの第5ステージでステージ優勝して総合首位に立ち、その後の三学ステージでミケーレスカルポーニーラに引き離されるも、最終的には総合3位に入った。 ドーピング疑惑4月には、ジロデルトレンティーノでも第1ステージのタイムトライアルで優勝するが、大会期間中に2006年のツールドフランスのプロローグの日の晩、フライブルク大学内のクリニックにおいて当時、同じ T、モバイルチームに属していたパトリック・シンケビッツ、マティアス・ケスラーとともに血液ドーピングを行っていたと報じられた。これは、 フライブルク大学の調査委員会による調査報告書をもとに報じられたもので、この報告書は5月に正式に公表された。しかしクレーデンはこの疑惑を否定し、アスタナチームや ASO、UCI も調査報告書には具体的証拠が何も示されていないとして、処分を行わず、ツールド・フランス出場は問題ないという立場を示した。この年のツールド・フランスでは、 最初のアルプス山岳ステージである第15ステージ終了時点で表彰台も狙える総合4位につけていたが第17ステージコンタドールアンディシュレクフランクシュレクと共に4人に絞られた戦闘集団で迎えた最後の峠の上りにおいてコンタドールがアタックするとこのグループから大きく遅れ出し2分半近く遅れてゴール以後のステージでは精細を書き最終的には 総合6位であった。10月2006年のドーピング疑惑について、事実の立証が困難であるとして、ドイツ検察当局とクレーデンの弁護側の間で、捜査の終了が合意された。2010年、チームレディオシャックに移籍。ツールドスイス総合8位、ツールドフランス総合14位、エネコツアー総合8位の成績であった。2011年、 3月に行われたパリニースの三学第5ステージで区間勝利を挙げて総合首位に立ち最終的に総合2位に入るなど好調を示した。4月に行われたバスク一周では第2ステージで総合首位に立ちリーダージャージを獲得するとその後はステージ順位の関係で首位を失うも常にトップとタイム差なしの位置を保ち続け タイムトライアルの最終ステージでライバルたちを引き離し総合優勝を果たした。また、常に高い順位でゴールしたことにより、ポイント賞も獲得した。ツールド・フランスでは、第9ステージにおいて、ビノ・クロフ、ユルヘン・ファンデンブルックらと共に落ち車し、この時負傷した背中の痛みにより、第13ステージでリタイア。続いて出場した。 ブエルター・エスパーニャでもツールド・フランスの際に負傷した。背中の痛みが消えず、やはり第13ステージでリタイアした。UCI ワールドツアーでは、個人総合20位であった。2012年、レディオシャック日産トレックに移籍。2013年。ありがとうございます。